させていただきます。夕張再生市長という本です。私が丸ビルで働いているときに上司から言われたことは、いろいろなことに関心を持っていると、そのときに必要な本が自分の前に現れる、必要な人が現れてくるということを教えてもらいました。この本もそういう意味で目に飛び込んできたのだろうと思っております。夕張市財政破綻をされました。その時に東京都から財政再建を勉強してこいということで派遣された 20代の青年、それが鈴木さんという後に夕張市長になる青年でした。2年間夕張市の実態を経験しする中で、皆さんから押されて、その後夕張市長選挙に立候補いたしました。当時は泡沫候補扱い、組織が推す対抗馬もいたんですけれども、この裸一貫で挑戦しようとする若者を見殺しにはしないということで、当時の、東京都石原都知事、そして猪瀬副知事が相次いで選挙戦に夕張市に乗り込むなど、そういうバックアップもありましたけれども、この鈴木市長を当選するにあたっては投票率がなんと 82% ということでした。それだけ市民が本当に関心を持つ、性に関心を持つのは、夕張が財政破綻という非常に危機的な状況になっていること、皆さんが何とかしなくてはいけないという意識を強く持てたんだと思います。館山市の場合、今回の市長選挙投票率が 47% ということは、非常に私も自分の責任とともに大きなショックを、衝撃を受けました。皆さんと本当に今後のことを危機感を持って取り組みたいと考えていましたけれども、実はまだそれほど困っていない、余裕のある困ったと言いながらも、本当の本当に困った人というのはなかなかそれほど多くなくて、大半の人は実は豊かな生活をしているんじゃないかということをおっしゃられた方もいました。確かに大変ですけれども、本当の危機感を持って立ち上がる、そういった状況にはまだなっていないのかもしれません。でも私は今の状況を放置しておくと、本当に危機的な状況がもう目前に迫っているということを感じたからこそ、こうやって立ち上がって活動してまいりました。そして7552人の方々、その方々は皆さん本当に将来のことを心配して立ち上がってくださいました。そういう方々の思いを私は今後も背負って活動していくということを考えております。この本の中で政治と市の職員の違いも分かりやすく述べられておりました。彼は東京都の職員だったからこそ分かると思うんですが、官僚というのは決められたことを前例に従って市の運営をする、そういうことをしていく役割ですけれども、事情が変わった、情勢が変わった時にいろいろなルールを変えていく、そして規制も変えていく、市の場合は国や県に対する交渉も必要、そういう時にこそ政治の力が必要だということです。私もそう思っております。市長だけでなく市議会議員もそういう政治家としての役割が期待されております。そういう役割をきちんと責任を持って遂行していく、そういうことが今できているか、今後そういうことができる人を政治家としていかなければ、この危機的な状況が迫っている、これはどの自治体でも同じです。館山市でもそういう自覚を持って政治をしていく必要があると考えております。そして何よりも厳しい時こそ市民との対話、きちんと納得してもらって、いろんな厳しいことをしていく、そういうことが必要だということで、この夕張市長さんも市民との対話を続けております。
私もそれが一番大事なことだと思っていろんなミニ集会をしたり、そして市政の入り口である投票率も絶対に上げなければならない、そういうふうに今後も考えてまいります。皆さんの生活を良くするためには政治につながる政治を良くしていかなければいけない、そういうことを皆さんに訴え続けてまいります。最後にこの夕張市長の本の中で、人にはそれぞれ生きる役割があって、それを探しながら生きていく、いるのではないか、そういうことが書かれております。私もここ立山に参りまして、今まで東京で経験してきたこと、そういうことが全てつながってきている、ここで立山で地方創生のことをやっていく、